秘密のアイプリブのカオチーです。アトです。マカナです。よろしくお願いします。私たちは秘密のアイプリブ、アイプリが大好きでアイプリライフを自由に楽しむ部活です。アイム、今日は大事な話がある。え、どうしたの？珍しく真剣な顔してさ。おお、若菜、どうした？なんか変なもんでも食べたか？今日は絶対にさくらさんのカードで遊びたいの。いいって言われるまでここから動かないから。ご飯も食べないし。まあ確かに、ずっとさくらさんのカードで遊びたいって言ってたもんね。うん、でもそれ若菜が大変なだけなんじゃ。いいぞ。ダメって言われても諦めないから。今なんて言った？だからいいぞって。ちょうど今日は若菜にさくらのカードで遊んでもらおうとさくらのカードを持ってきたところだったんだよ。やったー。ご飯食べれなくなったらどうしようかなって思ってたんだよね。そっちなんだね。それは自分で言い出したんだけどね。でもさくらさんのカードで遊べるのはもっと嬉しいよ。よし、それじゃあカードを選んでいこう。やったー。さあどうだ若菜、いろんな桜を用意したぞ。やばい、めちゃくちゃかわいい。すごいね。全部かわいいね。全部かわいいね。なんかゴージャスだよ ね。しかもさ、かっこいいもかわいいもあるのがいいよね。あ、確かに。どうしよう。迷っちゃうぞ。すごい、制服もある。かわいい。どうしようかな。どうしよう、迷っちゃう。かわいい。もうこれ若菜一生やってる。一生やってるね。そろそろ選ばないと ね、怒られちゃうね。でもずっとね、大好きなこのスカーレットバタフライバズリウムにしよっかな。これにしていこう。いいね。さあ、何のカードが出るかな。何のカードかな、ね、ここが一番ドキドキするよね。楽しみだ ね。楽しみ。さあ、何だろう。すごい。さくらさんのアイプリバーススカーレットバタフライが当たりました。引き寄せてる。嬉しい。今日はもうさくらさん祭りで、いよいよ念願の準備スタートしていきます。じゃあこのね、スカーレットバタフライバズリウム、さくらさんのカード置いてきます。キラキラで豪華だよね。キラキラだよね。おー、すごい。あ、これはレッツアイプリをやるんだけど、さくらさんバージョンなんだよね。こうやってくるね。ね、かっこいい。ね、遊び方は、今日はじゃあさっき出たね、さくらさんのこのカードも使っていきたいと思います。どっちもさくらさんでよかったね。よかった、うん、決定。嬉しい、うん、念願。さくらさんのライブ楽しみ。楽しみだ ね。初めてだよね、うん、あ、アイムも。え、さくらさんバージョンだ。すごい、ね、かわいい。ね、ネイルも赤だ。ネイルもだ。本当だ。リップも、あ、もう完璧。似合ってる。かっこいい。かっこいいね。かっこいい。かっこよすぎる。わあ、わあ。そう、これが見たかったの。すごい。ねえ。ねえ。はあ。すごい。ライブスタート。スタート。かっこいい。かわいい。かわいい。足長いね。足長いね。身長高いもんね。いいね。はい。かわいい。はい。赤と紫の服がめっちゃかわいい。ねえ、かわいい。髪の色と合ってるね。ね。真ん中にさ、バタフライがついてるね。ね。ね。わあ、エクセレント。エクセレント。やったー。上手。かっこいい。はい、これは多分バタフライ。バタフライ。そしてちょっと、あ、アイム。アイム。え、あ、今ハートしてる ね。あ、なんかちょっと困り眉みたいなの。めっちゃかわいい。あ、バタフライ。待ってなきゃ。あ、ターゲット。これはいいんじゃない。あ、かわいい。サクラさん、かわいい。見れたね。ドリームチェンジだ。これね、こうではあれだよね。あ、そうそう。そう。
カーレットバタフライっていうブランドのパズリムチェンジがこれなんだって。そうなんだよね、うん、まあ若菜はねもう知ってたよね。そうもう大好きだからね。手首だもんね。足かっこいい。すごい片方めちゃくちゃ光ってる。あ、ほんとだー。あ、これはあ、これもバタフライ好きだね。大好き。バタフライ。あ、お願い。ちょっと見すぎちゃったかも。あ、見すぎちゃったかも。見すぎちゃったかも。あ、すごい。やったー。さくらさんに。さくらさん。勝手にハイタッチしてる。勝手にハイタッチしてる。かわいい。やっぱ美しいね。なんか憧れちゃうわ。念願の桜でのプレー、若菜どうだった？めちゃくちゃ楽しかった。念願の桜さんのカード使ったから、しかもこれレッツアイプリ、うんうん、桜さんバージョンのライブで見れたんだよ。確かにね、めちゃくちゃ可愛かった。ねえ、ね、ステージとかもさ、うんうん、バタフライでね、バタフライたくさんいた。ねえ、しかもさ、あの途中でこう書くやつもバタフライになってて、うん、いっぱいなんかそういうのいいよね、うん、このコーデがスカーレットバタフライっていうねブランドのねやつだもんね。そう、バズリームコーデなんでね。いやもう絶対ゲットしてみんなにもやってほしいので、ぜひみんなゲットしてさくらさんのカードでいっぱい遊んでね、うん、それじゃあバイバイ。